終戦から3年経った1948年、ようやく日本の土を踏んだ信夫は早速実家の材木屋で働き、翌年戦友の妹綾子とお見合い結婚。俺とやっていけると思うか？はい。俺は仕事に打ち込む。家庭のことは全て任せた。頼むぞ。その後長男も授かり、シベリア時代には想像できないほど平穏で幸せな日々を送った。ところが1950年、関西地方を超大型の台風が襲い、およそ2万戸の家屋が倒壊、川は氾濫し、死者と行方不明者は合わせて500人を超えた。そして自分が調達するはずだった木々は無残になぎ倒されていた。自然の猛威を目の当たりにして山を降りた信夫は目の前の光景に注目した。なんでや、あれだけの木が倒されたのに稲も竹林も風にそよいでる。なんで倒れへんねん。あ、稲も竹も丸くて中は空洞になっとる。木の丸太は空洞やない。そうや、パイプや。木の代わりに鉄パイプで丈夫な建物を作るんや。同じ頃、政府は戦争による深刻な木材不足に対応するため代替資源の推進を打ち出していた。鉄パイプを使った建築技術はヨーロッパで開発されたが、日本ではあまり普及していなかった。会社を作ってパイプハウスを世に出そう。仲間と連日寝食を惜しんでパイプハウスを開発。目指すは世界初となる建物の大量生産、すなわち建築の工業化である。資本金300万円、従業員18人の小さな会社が始めた大きな挑戦だった。こうして1955年大和ハウス工業が誕生した。最初に営業をかけたのは今の JR、 当時の国鉄だった。信夫は東京にある本社へ飛び込んだ。鉄道は全国に広がっている。電化を進める国鉄さんには沿線や駅に資材倉庫がいくらでもいるはずです。ところが、大和ハウス？そんな会社聞いたことないな。資本金は300万円ですか？と取り合ってくれなかった。どんな会社でも最初は小さいもんです。大和ハウス工業も今に国鉄さん並みに全国に名が知られるような会社になってみせますよ。その第1号商品がこのパイプハウスです。信夫の熱意が伝わり国鉄で採用。その後もパイプハウスは飛ぶように売れ、日本列島の大動脈を支えた。不屈の男は持ち前の直感で台風被害というピンチをチャンスに変えた。